ね、これ見に来ただけでも皆さん今日飲みに来てよかったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。彼女一応トップですからね、後でもう一ポーズお見せしたいと思います。さあ伝えましょう。今日もう一人男の子を呼んできましたが、彼は私どもの次期トップです。次期のまま随分経っちゃったんですけどね、まあ、いつかトップになれるだろうという逸材でございます。さあ彼にはですね、とっても難しいバランス芸を披露してもらいたいと思います。大小2つの壺を用意してまいりました。彼はですね、去年一昨年と震災後東京都の、復興支援メンバーに実は我々入れられまして、ヘブンアイスなんですけどね、その中で、私が連れて行った全てに彼はついてきてくれました。この壺を持ってそんな思い入れのある技をね、これからお見せしたいと思います。うちのメンバーは女の子は何やってもドカンなんです。もう出た瞬間ドカンが多いんですけど、彼の場合は最終的にドカンなんです。でもそうすると結構へこむんで、これだけたくさんいらっしゃるので、どうぞ彼に大きな拍手歓声をいただけると嬉しいです。ごはんをここに聞いてるお客様は全員だ、お前を見に来たんだと思う。さあそれでは彼のすご技をご覧いただきたいと思います。行ってみましょう。すご回し同胞です。皆さん盛り上がってください。大きな拍手頂戴したいと思います。
風がある会場ではとっても難しい技をお見せしたいと思います。お分かりでしょうか。地味なんですが本当に難しいんです。頑張れよ。あっちだぞ、あっち、こっち、本当にね、屋内でやるのは本当に難しい技なんですけど、いつも彼は頑張って。